こんにちは。岡山県に住んでいる料理好きのミクです。私はいつも元気で優しいと友達に言われます。私は土日や週末など休みの日があればスイーツを作ったり、朝昼晩ご飯を自分で作ったりします。休みの日は料理をすることが多いです。料理をすると楽しい気持ちになります。最近はコロッケとポテトサラダを作りました。コロッケはジャガイモを潰し、玉ねぎとミンチを入れたら混ぜ合わせ、油で揚げました。ポテトサラダはジャガイモを潰して野菜とハムを入れたら混ぜて完成です。食べてみると美味しかったです。自分で美味しいそのものを作れたことがとても嬉しかったです。そこで私は世界中の料理を一箇所に集めて食べ合うことを提案します。なぜなら世界中の人たちとそれらをと一緒に食べることでお互いの食文化を知ることができるからです。また世界の国々の良さを知ることができます。これらのことを実現するために私は世界の人たちといつか料理教室を開きたいです。みんなと出来上がった料理を食べながら会話をし、より良い平和な世界を作っていきたいです。